こっそりパンチラ見てんじゃねえよ。こらーそこー。今日から私がこの学校の風紀の乱れを正します。何かよからぬことを見つけたらぜひ教えてくださいね。はい。2年桜組風紀委員の朝日村さやかです。どうしたの？ここ前からタバコ臭いって報告受けてて。やべえ、ももちゃん最近さやかやたら張り切ってそこら中見回ってんじゃん。マジで風紀委員なんて作って何様だって感じだ。どうしたんだい？カエルがこの下に。ちょっとあなた何やってるんですか？噛まれてるの？そのカエルに噛まれて血を吸われるとカエルの能力が移ってしまうのよ。えー、処女とまぐわると元に戻るらしいわ。処女。少しだけ風紀乱していいかな、おじさん。さやかに何をした？ドアが開かなくって何があったんですか？さやかちゃん、あっち。これからも風紀委員としての私のことサポートしてくれますか？さやかちゃん。